お前はここで死ぬ。お前には助けるほどの価値がない。特別な才も能力も持たないお前にはな。それは生まれた瞬間から始まる。才能を持つ者と持たざる者、裕福な家庭と困窮した家庭、しかしその不公平を嘆くことはない。なぜなら死だけは全ての者に与えられる平等、つまりこの私である。聞きたい。私を殺したら次は姫の番か。どうした方がお前は苦しむ。きっと一番良いのはその質問には答えないことだろうな。